暮らしエンジョイピカピカマンボ。清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王がお送りします。だんだん寒くなってきましたね。そんな時大人気のアイテムがフリース。軽くて暖かくてバリエーションも豊富。今の時期なら毎日でも着たいもの。ところが、あ、お気に入りのフリースなのに毛玉だらけ。あなたもこんな経験ありませんか？お気に入りだからといって何度も洗濯して着ているうちに、いつしか毛玉だらけのフリースに。そこでピカピカキーワード、摩擦がフリースの毛玉を呼んでいる。水洗いができることから人気のフリースですが、実は大きな弱点があるのです。一つは主な素材がポリエステルなので静電気が起きやすく汚れを吸い付けやすいこと。そしてもう一つ、それが摩擦。椅子に座ったり肘をついたりして毛並みが乱れ、それが毛玉になるのです。しかもそれは洗濯の時にも起きているのです。え、洗濯の時？よくありがちなケースですが、フリースをそのまま洗濯機に放り込んだり、他のものと一緒に洗ったりしていませんか？実は毛並みが乱れてしまうのはこの時だったのです。なるほど、これが毛玉の原因だったのね。摩擦を防ぐためにはまず他の衣類と取り分けておきましょう。しかも色落ちすることもあるので単独で洗うことがおすすめです。まずは洗う前の準備。汚れが目立つ部分は洗剤の原液をつけなじませておきましょう。そして表面の毛並みを摩擦から守るために裏返しにして洗濯ネットに入れます。これで摩擦が起きないっていうわけね。ここでもう一つポイント。水を通すと厚みがなくなりがちなフリース、仕上げに柔軟剤を使えばふんわり温かなフリースになること間違いなし。干すときは表に返し叩いておけばより毛並みが整います。日光に当てると色落ちするので日陰で竿干しするのがおすすめ。これで毛玉ともさようなら。